今は新しいサービスや新しい商品のをどうやって使うのかとか、それを、その製品を使ったらユーザーはどういう風うに感じるのかということを考えながら商品を作ってます。自分が作ったもので人に喜んでもらったりとかするのが好きな、好きだったら UI デザインや UX デザインを仕事にするのは一つの選択肢かなと思います。 自分に自信を持って、そして将来こういう風になりたいなって思った思うことを自分の中に持っていれば、もし失敗しても、もし自信を失うことがあっても、その夢があれば立ち直れるので、ぜひ自分の夢、自分がこうなりたいっていう姿を早いうちから想像してみてください。